ジョン・デール・マーティンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、リジクレスト出身のプロ野球選手。右投右打ち。現在は、フリーエージェント。2001年の MLB ドラフトで、クリーブランド・インディアンスに1巡目で指名され入団。2003年には、A 級キンストン・インディアンスで5勝3敗。2004年には、A、キンストンで11勝10敗の成績を残した。2005年は AA 級アクロンラバーダックスで10試合に登板し3勝1敗、防御率 2.38 の成績を残していたが、右肘を故障し、トミー・ジョン手術を受けた。これにより、シーズン後半を全休した。2006年前半に復活登板を果たした。2008年は AA 級アクロンで11勝、トリプル A 級バッファロー・バイソンズで1勝を挙げた。11月3日に FA となった。2008年11月24日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2009年はトリプル A 級シラキュースチーフスで開幕を迎え、7月19日にスコット・オルセンの怪我に伴いメジャーに初昇格。20日のニューヨークメッツ戦でメジャー初登板初先発。5度目の先発登板となった8月9日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で5回を1失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。この年は15試合に登板し、5勝4敗、防御率 4.44 の成績を残した。2010年は1勝5敗の成績にとどまり、オフにマイナー契約で残留した。2011年はメジャー昇格の機会はなく、トリプル A 級シラキュースでプレーした。オフに FA となった。2011年12月2日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2012年はトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズで29試合に登板し、6勝9敗、防御率 5.95 の成績を残したが、オフに FA となった。2013年1月10日にタンパベイレイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕後はトリプル A 級ダーラムブルズに配属され、27試合に登板し、16勝4敗、防御率 2.75 の成績で、インターナショナルリーグの MVP を獲得した。9月23日にDFAとなった。2013年12月12日に、久保リーグのサムスンライオンズと契約した。2014年は24試合に登板し、9勝6敗、防御率 4.78 の成績を残したが、同年限りで退団した。2015年は、所属球団なく、2016年3月31日に、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約。2016年6月9日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。またこの年より本格的にナックルボーラーに転身した。2017年7月5日に自由契約となった。2018年2月15日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだ。この年は AA 級モンゴメリー・ビスケッツで25試合に登板し、8勝10敗。防御率 4.49 の成績を残した。オフに FA となった。2019年2月25日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。オフに FA となった。ありがとうございます。